南カラフト大日本帝国緑1942年時点の南カラフトカラフト町は日本の領有下においてカラフトを管轄した地方行政官庁行政区画であるこの場合カラフトとはカラフト島のうちポーツマス条約により日本へと編入された北緯50度以南の地域及びその付属当初を指す1907年3月15日交付の 明治40年直令第33号に基づき、同年4月1日発足。これにより従来の行政機関である、カラフト民政書は解消した。庁舎は当初大止まりに置かれていたが、1908年8月13日に、豊原へと移転した。1918年に、日本の統治権が及ぶ、各地域間の法令の適用範囲の確定及び、 連絡統一を目的とする共通法1条2項では、カラフトを内地に含むと規定され、これは終戦までそのままであり、基本的に国内法が適用されることとなっていた。1920年5月1日交付の対象9年直例第124号では、カラフトに施行される法律に直例により若干の地方的または種族法的な性質を有する特例を設ける。 方式が取られたが、その後の1942年には内務省管轄下に入り、1943年には前日の直令第124号が廃止され、カラフトは完全に内地へ編入された。1945年8月のソ連対日参戦によって、ソ連軍がカラフト長官内へ進行し、同月末までにカラフト全土を占領した。 行政官庁としてのカラフト庁は、外務省への移管を経て、1949年6月1日、国家行政組織法の施行によって廃止されているを参照。当該地域の領有権及び領土問題に関する詳細は、カラフトを参照カラフト庁の白地図北緯50度線の国境警備ユジノサハリンスクで保存されている。 戦後西サハリン州鉄道向けの日本の国鉄 D51、軽乗機機関車22号機南の北海道とは、宗谷海峡で隔てられ、北は北緯50度線国境でソ連と接し、西のマミヤ海峡、東のオホーツク海に囲まれていた。第一次産業が基盤であり、漁業、林業、農業が主であった。また、後には、製紙業、炭鉱も盛んとなった。 人口が希薄であったことから常に労働人口を保守しており、前方の優遇等により、国内他地域からの移住を推進した。1908年、カラフトにおいて森林利用調査が行われ、島内に豊富に存在したとど松、映像松が静止用パルプに最適であるとの報告が行われたことから、カラフト町は内地の静止工場を持つ各社に工場進出を働きかけた。 各企業は消極的であったが、1914年に第一次世界大戦が勃発し、スウェーデンをはじめ欧州からのパルプ輸入が途絶えたこと、1919年にカラフト島内で森林病害中の一つであるマツケムシの大発生があり、大量のコシミの処分が行われるようになったこと、さらにカラフト町がパルプ材の輸送に利用できる鉄道や、 工業用水の取水に必要なダムの建設など、インフラの構築に便宜を図ったこともあり、製紙工場の進出が次第に盛んになった。対象年間末期には、王子製紙、カラフト工業、富士製紙の各工場が出揃い、1941年に太平洋戦争が始まるまで日本の紙の主力生産地として稼働した。 旧市長時代のカラフト領土開発1875年から1945年。1875年、カラフト、千島交換条約1905年、ポーツマス条約1945年、第二次世界大戦の終わり詳細は、大津都市を参照カラフト町の市町村区分図市長、区分図。赤、豊原市。紫、豊原市長。緑、猛岡市長。青。 めぐみしとり市長、き、しすか市長カラフト町には1945年8月の時点で42の市町村、10の軍があった。カラフト町は4の市町に区分されている。市町はカラフト町の独立出先機関とされており、館内において本町の事務を文章していた。日本統治下の南カラフトは地方行政官庁であるカラフト町による日本政府直轄であり、 地方自治は制限されていた。カラフトには他の府県のような地方議会は設置されていない。一方でカラフト町内の各市町村には1929年からカラフト町村制によりそれぞれ町村議会が設置されていた。国政では1944年に貴族院にカラフト町から多額の税前社議員が1名選出されることになり、1945年3月に 衆議院に南カラフト全域を区域とする定数3の選挙区が設置されたが選挙が実施されることはなかった。1945年12月の衆議院議員選挙法改正案成立と1946年6月の貴族院令の一部を改正する直令案が可決されたことでカラフト出身の多額納税者議員と衆議院議員の根拠法はなくなった。 カラフト地方裁判所1939年当時1941年,19年当時1941年当時1939年当時監視所とは日ソ国境の北緯50度線の密貿易を監視する監所である1942年当時1942年当時1945年までに107局が整備された内地編入までは カラフト町管轄課にて郵便局は設置及び監督されていた。内茶編入以降は低身省によって監督された。うち普通郵便局は大泊豊原、毛花、泊り居で他はすべて特定郵便局であった。1939年当時カラフト町が設置した以下の高等教育機関は、急中等教育学校の一覧カラフトを参照などがあった。 島道内の産業が活発化してくると、木材、石炭の速やかなる移動が急務となり、以下の鉄道線が敷かれた。鉄道の詳細は、日本統治時代の南カラフトの鉄道の項目を参照のこと。1932年カラフト彫刻時による、長道は以下の通り。仏教には、いくつかの宗派があるが最も多いのは、浄土真宗で48カジ。それに次ぐのは、 相当州の二十テ寺であった。1945年、南からふとには宗教施設が250カ所以上あった。1947年1月1日現在では153の宗教施設が州内に残っていた。1948年1月1日には日本の宗教施設はであった。日本放送協会豊原放送局1939年当時、 文芸、編集明治40年直例第33号、法令演歌区一覧、カラフト長完成、国立国会図書館、2017年2月24日閲覧、明治41年内務省示第八81号、大正7年法律第39号、大正9年、直例第124号、カラフト林業史編、集会、カラフト林業史、 P54 から71,960 71年、農林出版株式会社。地図上では、北方四島は緑色とされているが、日本は北方四島の領有権を主張しており、未解決の状態である。漢方第7127号明治40年4月6日、P152、漢方直例第131号、昭和20年3月28日、 2013年9月19日、閲覧。ありがとうございます。